第8回のマイルチャンピオンシップ G1 芝の1600、今年は15頭によって争われます。向こう上面での枠入りがスムーズ、大優作バンブーメモリー、それから大卓ヘリオスとゲートに近づきます。続々と入って最後に柏津パレス、すんなりとゲートイン完了です。スタートしました。15頭の先行争いに入りますが、ナルシス・ノワールが出を伺うようです。しかしステージヒーロー、さらには間から、さあマイスーパーマンも前に行きますが、外目からはパッシングルート柏津パレスが行きました。あとナルシス・ノワールが3番手につけています。それから抑え地ジョージ、大卓ヘリオスが今4番手から3番手を伺いますが、このグループにはマイスーパーマン、内から2番のステージヒーロー、あとバンブーメモリーは中段、エイシングウィザードも中段のうち、その後にムービースターです。さらには大優作、第一ルビーは後方から4投目、第一ルビー後方から4投目、その後に KS ミラクル後方から3投目、それからプリンスシンが追走で、最後方はフェイムオブラスです。各馬3コーナーの上りに向かいますが、わずかに柏津パレスが先頭か、大卓ヘリオス、さらにはパッシングルート3頭1段で800を切りました。その後に早めバンブーメモリー、抑え地ジョージ、内からはナルシスノワールと4番手集団3頭ステージヒーロー、その外からはマイスーパーマンが中段グループです。あと第一ルビーは現在後方から5、6頭目、今中段に向かって上がっていく、これをマークするようにKS ミラクルが後方から3、4投目に上がって、第4コーナーのカーブ直線に向いてきます。今度は大卓ヘリオスが先頭か、大卓ヘリオスが先頭です。あと2番手にはバンブーメモリー、第1ルビーが来る、第1ルビーが来る、内からはナルシスノワール、抑え地ジョージ、エイシンウィザード、外に回りましたのはさあ大優作突っ込んでくるが、先頭は大卓ヘリオス、200を通過、さあ第1ルビー突っ込んできた、第1ルビーと外から大優作、大優作あるいは KS ミラクル、さあ2番手が接戦だ、完全に先頭は大卓ヘリオス、大卓ヘリオス合輪、大卓ヘリオス、キシキシやりました、大卓ヘリオスです。